はい、こんにちは。今日のお話は大島半島の、ヤクのオヒョライトということで、福井県の若狭地方の海岸に露出する、地層を、見に行ってきたということなんですね。で、なぜそこに行ったかっていうことなんですけども、このマントルの岩石を観察できる場所ということで、地球のマントルというのはね、地殻の下にあるので、地下、海洋では5キロとか、大陸ではね、20キロとか30キロとかっていう深さのところにある、岩石で、非常にね、地球の深いところにあるので、マントルの岩石を見るっていうのはなかなかできないんですけども、なんと、地表にそれが露出している場所があるというわけです。それがこの大島半島の、ヤクの岩帯というわけです。はい、この写真は、その海岸の、岩の様子ですけども、これがマントルの観覧岩の露頭なんですけど、で、場所ですけども、まずね、これ日本列島の特に、中部地方、近畿地方の地質図なんですけれども、この赤の、十字で示したところが、大島半島のある場所です。で、この地質図ね、色分けして岩石の種類をね、分けてあるんですけども、一番南の、ピンクのところが、両家帯というね、花崗岩が多く分布する地域です。そしてその北側に、ちょっと、オレンジ色というか褐色の、層がありますけども、これが、美濃丹波帯という、ジュラ紀の深帯で、海洋近くの、緑色岩、それから石灰岩、それから、チャートや砂岩や泥岩といった、地層からできている部分です。で、この中部地方にはさらにその北側に、北陸ですけども、能登半島に向かって、またピンクの層が出てますけど、これは飛騨編成帯というね、古い編成岩が出てる場所になります。一方、この近畿から中国地方に向けていきますと、この美濃丹波帯のさらにやや北西側にちょっと焦げ茶色してるんですけども、これは超丹波帯という地層で、これ深帯なんですけども、美濃丹波帯よりもやや古い時代に、プレート運動によって孵化したところになります。で、この、今回行った大島半島の、ヤクのオヒョライトなんですけども、地質的には、このグリーンの舞鶴帯というね、帯状の地層が出てるところに相当します。で、さらにね、その北西に向かっていきますと、緑色やオレンジ色の、変成岩が あり、さらに外側にはピンク色の、変成岩があって、こちらは大きい編成帯と呼ばれているものなんですけども、そういう、配列になっています。で、この中国地方の編成帯というかね、地層は、古生代の深帯になります。で、舞鶴帯の南東側には、ジュラ紀の深帯ということで、この違う時代の地層が、この舞鶴帯のところで接しているというわけです。で、そこにマントルの岩石が露出しているというわけです。で、こちらはその断面図を撮ったものですけども、この右手から見てみますと、三波川の編成帯で、その上に両家の編成帯、そして美濃丹波帯があるというわけです。で、古生代の深帯はその上に乗るように、三軍帯とか秋吉帯と呼ばれているものがあるわけですけども、それと、この美濃丹波帯の境のところに舞鶴帯というのがあって、ここにヤクのオヒョライトが分布しているということになります。で、大島半島はこの若狭湾のところに飛び出している細長い半島なんですけれども、ここに、マントルの岩石が、露出しているというわけです。この左の地図は、北陸の自然を訪ねてという本の中にある図なんですけども、ちょうどこの大島半島なんですけども、南側の半分が、この黒っぽい色がつけられてますけども、
まあ、マントルの岩石が露出しているというわけです。それから半島の、まあ、先端の方に行きますと、まあ、玄武岩とか寒冷岩とかいったものが出てるというわけです。どういった、岩石なのかというので、まあ、行ってみたというわけです。で、オフィオライトというものは何なのかということを、まあ、ちょっと説明しておきますと、まあ、これは左側にですね、柱状図といって、まあ、深い方から浅い方へ向けて、岩石の重なり具合を、まあ、イラストで示したものなんですけども、下側のやや薄い緑色の部分が、まあ、寒冷岩という部分で、マントルの岩石の分布しているところです。でその上にですね、茶色やピンクの部分がありますけども、これが、まあ、寒冷岩帯ということで、このマントルで生じたマグマが、まあ、上昇してきて、このマントル近くの境界あるいはその上側のところで、まあ、冷えて固まった、まあ、寒冷岩というね、新生岩が分布しています。で、まあ、層状になっている部分もあったり、まあ、ストック状といってね、この、ラッパ状っていうかね、上に向かって開いたような形をしたりしているというわけです。で、その上に行きますと、このシート状大工っていうんですけども、シートっていうのはね、こう板状という意味なんですけども、板状に、まあ、この亀裂が走って、そこに、まあ、マグマがこう上がってくるということで、まあ、岩脈を作るわけです。でこの岩脈は、まあ、下から上へマグマが抜ける通り道なんですけども、それが、まあ、浅いところに来て流れ出したのが、まあ、溶岩、玄武岩質の溶岩で、海洋底に流れ出ると枕状溶岩になるというわけです。ですから、海洋底の枕状溶岩、そこにマグマを運んだ、通り道でマグマが固まった、まあ、シート状の岩脈で、その下に、まあ、マグマだまりで、冷えて固まった、まあ、寒冷岩で、さらにその下にはマグマを作り出した元となる岩石の溶け残りというかね、その、まあ、岩石が出ていて、ハルツバージャイトとか、まあ、ダナイトっていうふうに、まあ、言われるんですけども、まあ、これは、まあ、観覧石と奇石を主体としていて、まあ、観覧石がほぼ占めるものがダナイト、奇石を含むものをハルツバージャイトというふうに、まあ、呼んでるというわけです。で、この図の、右側には写真がつけてありますけども、まあ、枕状溶岩の様子はこんな感じというわけです。それからその下にある、まあ、シート状大工は、まあ、岩脈でマグマの通り道が、まあ、いっぱいね、こう並んでるというわけです。でその下は、まあ、層状の寒冷岩や、まあ、寒冷岩があるというわけです。まあ、こういった、まあ、岩石の、まあ、配列なんですけども、まあ海洋底の深いところから浅い方へ向けて、まあ、段階的に、まあ、違う岩石がこうね、シークエンスというか、まあ、順序だって露出しているということで、まあ、これは海洋プレートの断面というわけです。で、まあ、オフィオライトという、名前が付けられているということなんですね。で、まあ、今回行った大島半島のこの先端部に、あるところですけども、まあ隣はね海水浴場になってるんですけども、まあ、行ってみると石が露出してますけども、まあ、観覧岩というわけです。でただ、まあ、ここの観覧岩は、まあ、やや破砕を受けていて、まあ、ブロック状になってるということと、それからこのブロックとブロックの間は、まあ、破砕が進んでるために、観覧岩が、まあ、観覧石ですねが、まあ、風化して蛇紋岩という、水を含んだ、別の鉱物になっていて、やや、まあ、明るいグリーンというかね、やや緑がかった色をしているというわけです。で観覧岩のブロック状のところは、ややね、褐色の色を示していて、まあ、ブロック状の構造がよくわかります。で実際にまあここで見てきたので、そこでの映像を見てください。はい、今日は福井県の若狭湾に面する大島半島というところに、来ています。こちら側には大井原子力発電所があるんですけれども、この近くは海水浴場になっていて、袖ヶ浜海水浴場というのがすぐ、この
右手にあります。こちらには あちこち岩が出ているんですけども、この岩は、マントルを作っている、カンラン岩という岩石なんですけれども、それが、ここに露出しています。古生代の末期に、できた岩石のため、今は地表で風化してちょっとこう白っぽくなってるんですけども、これは蛇紋岩という岩石です。ここの観覧岩は、破壊されていて、ブロック状に割れていて、このブロックとブロックの間のところがやや砕流になり、蛇紋岩化が顕著になっています。この岩石は、舞鶴帯という、この若狭湾から、中国地方に向かって、北東から南西方向に走る細長い帯状の地帯の、一部なんですけれども、西側のですね、ところは、三群帯とか呼ばれている、古生代の、付加帯なんですけれども、が分布しています。それからこの舞鶴帯の、東側は、美濃丹波帯という、中生代のジュラ紀の付加帯があってですね、その2つの、地質の、境界部分に、マントルの岩石が、こう押し出されるような形で、露出しているというわけです。でここは、マントルの岩石なんですけれども、別の場所では、寒冷岩とかが ありまして、ちょうど海洋底の上部マントルから、下部近く、の、岩石が今こういうふうな形で、地表で観察できるというわけです。はい。ここが観覧岩の表面なんですけれども、こういった黒いところが割とブロック状の観覧岩なんですけども、この周りのこの白っぽくなっている部分が、かなり風化している部分で、白っぽくなってややこの割れ目に光沢があるのが、蛇紋岩の特徴です。はい。この辺り一帯はどこも、こういった形で、強く破砕していることが分かります。はい。というわけで、この舞鶴帯の役のオフィオライトは、海洋プレートの断面が見れるっていうわけなんですけども、そういう、構造ができたのは、この、地殻変動というかね、地球の、変動で、生じたものなんですけども、これは、プレートの、運動の概念図が示されています。右側のピンクのところが大陸の地殻で、薄いグリーンが海洋地殻です。でその下にある濃いグリーンが、マントルの部分になりますけども、この大陸を乗せたプレートの下に海洋プレートが沈み込んでいくんですけども、この海洋プレートというのは、中央海嶺で、生まれて、両側に広がっていくっていう絵です。でところがこの海嶺ですけども、プレート運動によってね、だんだんこう移動していくということが、知られていて、なんとね、この中央海嶺自体がこの沈み込み帯でマントルに沈み込むようなことが起こるというわけです。でそういったことが起こった時に、たまたまこの、拡大していく海洋プレートの反対側ですけども、それが、沈み込まずにね、大陸プレートの方に乗り上げるっていうようなことが起こると、それが、オフィオライトという、地表に露出するような状況を作るという、一つのモデルです。はい。でこちらの図は、また別の、概念なんですけども、今の、大陸を乗せたプレートと、大陸と海洋の両方を含むプレートがお互いにぶつかって、海洋プレートが、マントルに沈み込むっていうようなことが起こっているんですけども、この海がだんだんね、小さくなっていって、閉じるというか、大陸同士がぶつかるときに、最後の海洋プレートがね、この造山帯に挟み込まれるようにして、サンドイッチにされるっていうんですかね、ようになって断面が
地表に露出するというようなことが起こるというわけです。まあこういったオブダクションと呼ばれる出来事が、まあいつも起こるわけではなくて、まあこの中央海嶺が、ね、沈み込むとか、まあ特殊な状況でそういうことが起こるというわけですけども、まあ、たまたまこの古生代のプレートの沈み込みによってできた、まあ、中国地方の古い沈み込み帯というか、深帯ですね、の、堆積物と、それからジュラ紀にまたプレートが沈み込むんですけども、その、段階の中間段階にあった海洋プレートがね、この舞鶴帯のところで、まあ、挟み込まれたというような状況というわけです。はい。で、まあ非常にマントルが見れるっていうので、まあ面白そうなところなんですけども、まあ行ってみると、まあこの観覧岩っていうのはね、風化しやすいので、まあ蛇紋岩化が進んでるというわけです。で、本来観覧石は薄いグリーンなんですけども、黒っぽくなっていたりして、マントルにあったよう時の、まあ、状況からは、まあ、変化しているというわけです。それからまあ現地のね、ガイドとしては、この北陸の自然を訪ねてという、まあ、出版物があるわけですけども、まあそれを見ながら行ったわけですが、実際行ってみると観察ポイントとなっている場所は崖崩れの危険があるために柵がしてあってね、金網になっていて、まあ、立ち入りができないということで、多くの場所が立ち入りできなくて、まあ、状況がね、しっかりわからないというような状況なわけです。それから、まあ、この写真の奥の方に、まあ、ちょっと白い建物が見えてますけども、これが、まあ関西電力の、まあ、原子力発電所があってですね、その敷地は、まあ、一般の人は立ち入り禁止になっているということで、まあ、海岸には、まあ、結構ね、露出のいい露頭があるわけですけども、まあ、そちらも、まあ、見ることができないというような状況だったというわけです。まあ、というわけですけども、まあ、この海岸にはね、マントルの、石がね、このいっぱいね、転がっていて、まあ、この岩石を観察するには、まあ、なかなか魅力的なところではないかなと思います。まあ、今日は、まあ、大島半島に露出する、まあ、ヤクのオフィオライトについて、お話をしました。これで終わりにします。